いつぐらいからこう芸能界に憧れを抱いたんですか？あ、私本当に芸能界っていうものに全然違う存在っていうか遠い感じだと思ってたんですけど、うん、東京に一回遊びに来た時にスカウトされまして、小学校6年生ぐらいの時に。6年生でスカウトされた、はいはい、でこれで私こう芸能界入れるなっていう確信が持ってたんですけど、うん、はい、なんか当時まだ福岡だったので、なんかお母さんは東京に出るのはダメって言われて、うんうん、諦めて、うん、でそこからでも芸能界っていうものにすごい興味があって、うん、スカウトされた時にもし芸能界に入ってたらなんか変わったのかなとか思うと、なんかすごい未練があったんですね、うん、なので高校卒業してなんか1回だけでもオーディションに受けてみようかなと思って受けたのが AKB のオーディションでした。